帝政公軍の占領地と影響権停止政権は17世紀の台湾に存在した政権。清朝への抵抗拠点を確保するために帝政公が台湾を制圧することで成立した。台湾で初めて漢民族政権による統治が行われたが清朝の攻撃によって政権は23年の短命に終わった。1644年。 理事制の反乱によって、明朝が滅亡し、混乱状況にあった中国に、満州族の王朝である清志が成立した。これに対し明朝の皇族、維新たちは、阪神また、民を掲げて、南明朝を起こし、清朝への反抗を繰り返したが、1661年に、新軍により沈圧された。大陸での、阪神また民の拠点を失った。 帝成功の軍勢は、清への反抗の拠点を確保するために、台湾への進出を計画。1661年3月23日に、祭り港を出発。翌24日には、宝庫諸島を占拠し、オランダ、東インド会社を攻撃。4月1日には、台湾本島に上陸し、1662年2月1日には、 オランダ人の拠点であった熱乱射場を陥落させ、東インド会社を台湾から駆逐することに成功した。台湾の漢民族政権による統治は、この帝成功の政権が史上初めてである。東インド会社を駆逐した帝成功は台湾をとうと,と解明し、現在の台湾市周辺を根拠地としながら台湾島の開発に乗り出すことで台湾を 阪神また民の拠点下を目指したが1662年6月23日に病没した。彼の息子である提供たちが事業を継承したが、阪神勢力の撲滅を目指す新朝の攻撃を受けて1683年に降伏し、帝氏一族による台湾統治は3代23年間で終了した。歴史上の低成功は彼自身の目標である。 半身また、民を果たすことなく死去し、また、台湾と関連していた時期も短かった。だが、低成功は、台湾独自の政権を打ち立てて、台湾開発を促進する基礎を築いたこともまた、事実であるため、低成功は今日では、台湾人の精神的支柱、開発思想、民族の英雄として、社会的に極めて高い地位を占めている。なお、低成功は、 清との戦いに際し、たびたび、日本へ、軍事的な支援を申し入れていた。しかし、鎖国体制を整えつつあった。当時の幕府は家中の栗を拾うことを避け、支援は実現しなかった。この戦いの経緯は日本でもよく知られ、後に、近松門左衛門によって、国籍屋合戦として、人形浄を瑠璃化された。台湾を占拠した。 帝政公は1661年5月、フラミン社長を選挙し、赤を、をトート名系と、定め、トートと命名した。下部に一府二県を設置し、これとは別に、宝庫安部市を設置した。帝政公の死後、息子の定業は、上天府及びトートを廃止し、東ず安王国と会合を、天根教県と万年県を衆と改めた。 この他保護安部市以外に南北路領安部市を設置した。停止政権は短命に終わったが、台湾の政治と経済発展に大きな意義を有している。政権は台湾における最初の肝心政権であり、また台湾独自の政権としての地位を確立し、オランダ勢力を駆逐した後は、兵糧問題を解決するために、トンデン政策を積極的に推進した。 帝政公は、武将の陳尻久家の権威を採用し、中央集権的な完成を制定し、台湾全党を統括する、主権を確立する。実際イギリスや江戸幕府は、東康氏を独立国家として貿易を行い、東インド会社と帝止政権の間には、通商条約も締結されている。イギリス側資料では、帝止政権を台湾王国あるいは、 フォルモサ王国として表記し、定業に当てた上書では、陛下との呼称が使用されていることからも、独立国として地位を獲得していたことを基地することができる。また、停止政権は、地方に拡挙した一政権であるが、名目的には、明朝歴法を報じ、回帰大陸を究極の目的とし、政策立案や教育に関しても、この原則に従って実施されており、 事実上の亡命政権であった。それまで、琉球、伊州等様々な名称で資料に登場し名前が定まっていなかった台湾地区が台湾と認識されるようになった。関坂井書局発行の香港中学校歴史教科書、福徳本、風か再現な各国大名人録は、三角公とも近代領州編、名神編、名小編,編、文学家編、 文化思想家編、芸術家編、科学家編、抗日英雄編の中の名称編において26人の名称の一人として低成功を教えている。ありがとうございます。